こんにちは、なーです。本日の動画は2023年に購入した福袋の開封動画になります。私は今年2つの福袋を購入していて、1つは万年筆入りの福袋でペントノートさんで購入したものでした。その開封動画も作成をしています。概要欄に貼っておきますので、気になる方は見てみてください。今回届いた分は山本紙業さんという紙屋さんの福袋になります。紙と雑貨の福袋ということで2750円で購入をしました。一応インスタグラムの説明のところには、きらびきのはがき箱入りお年賀セットや定番商品からもう手に入らない廃盤商品までランダムに入っています。干支のうさぎ物が多めですということで書いてありました。どんなものが入っているのかものすごく楽しみです。結構重量的にはたくさん入ってそうな気がします。では早速開けていきます。山本紙業さんからは他にも2つの福袋が出ていたんですが、私はこの紙がたくさん入ってそうなものを選びました。結構すぐ売り切れてしまうみたいなので、気になる方はインスタグラムをチェックして年末に備えていただけたらいいなと思います。では、どんなものが入っているか見ていきます。じゃーん。まだ入ってますね。お、結構いろいろ入ってそうな感じですね。では一つ目。一つ目はこちらになります。なんか箱入りのが入ってあるって書いてあったんで、それがこれだろうなと思います。ハッピーニューイヤーということで、紙が入ってます。箱もすごいいい質感の箱ですね。開けてみます。じゃーん。え、なんか木目みたいなカードが入ってました。あ、これ蓋ってことですね。はい。お、素敵な、もうこの紙の質感から、すごい、触り心地最高です。うさぎ年なんでうさぎモチーフが入ってるということですね。そして、あ、柄が入ってるネモ紙。結構たくさん枚数あります。そして、あ、赤いカードですね。これもたくさんあります。そして、これは多分はがきサイズぐらいですね。結構厚みがあって、枚数も十分入ってますね。すごいこれにハンコを押して楽しもうと思います。ということで、箱に入っているのはこんな感じのセットでした。次、二つ目は、これ、なんだろう。猫の日常っていうことで、レターズ?便箋みたいな感じですかね。お、すごい。それぞれ分かれたメモ帳みたいになってます。こんな感じの柄です。猫ちゃんかわいいですね。ちょっとしたお手紙とか書くときに良さそうな感じです。そして3つ目。はい、こちら。小さな封筒が入ってそうです。なんかおしゃれな感じのタグが作れそうなのと、封筒がいろんなサイズで入ってます。結構ポチ袋とかに良さそうです。もう紙の質感が最高です。大きめの封筒も入ってますね。これは封筒のセットみたいな感じでした。はい。そして次、4つ目。4つ目、こちら、すっごい使えそうな。私、ハンコを押してタグを作るっていうことをしょっちゅうやってるんですが、それにすごい使えそう。すごい穴も開いてるし、ここにリボンとか通して使うと良さそうです。あー、でもこれはめっちゃ嬉しいかも。いい。紙の厚みもしっかりあるんで、インクとか濡れたりしそうな気がします。こちら色が2色あって、こっちはちょっと黄色っぽいような感じで、こっちはどっちかって言ったら白っぽいような感じです。ちょっと中にちょこちょこっと入ってます。こういうのなんて言うんだろう。こっちはどっちかって言ったらサラサラっとした感じで、でも質感があってすごい可愛いですね。厚み的にはこっちの方が、こっちよりか薄そうな感じ。でもこれめっちゃ使えそうです。嬉しい。ということで4つ目。次5つ目。5つ目は、あ、かわいいメロンパン柄。お、すごいすごい。メロンパンだけじゃなかった。ロールパンと、あんパンと、フランスパン。かわいい。しかもこのボーダーもめっちゃかわいいですよね。色がパステルカラーなのもすごいいいです。あ、グレーとかもすごい好き。いいですね。かわいい。そして封筒が入ってます。この封筒もめちゃくちゃ紙がしっかりしてる。さすが紙屋さん。いい紙。表現がすごいいい紙しかない。乏しい感じなんですけど。いや、もうめっちゃこれかわいいです。ちょっとなんかお手紙書くときとかに使えそうな感じのレターセットです。で、次、6個目。こちら。袋みたいな感じ。マルシェバッグって書いてあります。このラッピングもすごい可愛いですね。あ、ろう引きの紙みたいです。ろう引き紙はシワや傷が非常に入りやすい紙ですが、そのシワや折り目が味わいを深めますということで。わかる。すっごい好きです。ちょっと開けてみようかな。開封したらもう二度とラッピングできなそうなんですけど。じゃーん。あ、うさぎがいます。かわいい。ちょっとなんか、プレゼントするときとかに良さそうですね。あ、でも結構ほんとシワは入りやすいかも。あ、でもめっちゃかわいいです。かわいい。たまらない。素敵。これ1枚だけじゃなくて、6枚ぐらい入ってます。ここぞという時に使おうと思います。次、7個目。7個目は、本のギフト、ブックポチ袋ということで、ブック袋は入れるだけで本が素敵なプレゼントになるポチ袋です。え、どういうこと？あ、この中に本を入れてプレゼントしましょうっていうことですね。確かに確かに。あ、ここが多分くり抜いてあるんで、中の絵が見えるみたいな感じなんでしょうね。かわいい。おしゃれな感じですね。そして最後、7個目は、こちら、レタープレススクエアカードっていうことですね。なんかカラフルでかわいいです。お、すごい。この凹凸ある感じがいい感じです。このカードが3枚と封筒が入ってます。封筒も3枚ですね。なんかメッセージカードを書くのに良さそうです。すごい、たくさん入ってました。全部で7点ですね。ということで、全部でこんな感じのものが入っておりました。結構ボリュームたくさんっていう感じで嬉しかったです。個人的にはこれが一番嬉しかった。ハンコを押して使えるっていうのが最高だと思います。本当いろんな使い方できそうなので、またいろいろ動画の中とかでも使っていきたいなと思います。山本資業さんの福袋は結構毎年人気みたいで、私去年買いたいなって思ったのを買えなかったんですよね。なので今年買えてよかったなと思います。もし来年購入したいなって思われている方は、インスタグラムなどで情報を発信してくださっているので、よかったらそちらをチェックしてみてください。ということで今回は山本資業さんの福袋の開封動画になりました。私はたくさんの紙に囲まれて幸せです。きっと文具好きな人とかはたくさん入ってて嬉しい福袋じゃないかなと思います。普段はこのチャンネル、なーちゃんこぶではハンコ活動を楽しむ動画をお届けしています。また文具系の動画なども作りたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。